平塚市、平塚市は神奈川県のほぼ中央に位置する湘南地域の市である。市工寺特例市に指定されている。神奈川県のほぼ中央、相模川右岸、西側に位置し、南は相模湾に面する。相模川から金目川までの間は、市域北端部まで平野となっており、南部には市街地が広がる。金目川より、西側は大磯丘陵の一部となる。 丘陵地帯であり、緑も多い。南部は国道1号と JR 東海道本線が横断し、相模川沿いに国道129号が縦断する。北部から中西部にかけては東海道新幹線と小田原厚木道路が離れて横断している。県下では横浜、川崎、横須賀に次いで4番目。 湘南地区及び相模川より西の地域では初めて市となるなど戦後早くから商工業都市として発展したためリゾート地域としての湘南のイメージは薄いがかつて存在した湘南市構想では中心的役割を果たすなど地域における存在感は大きい県内の市ではこの平塚市と厚木市だけが昼夜間人口比率が100%を超えているという 事実からも、商工業都市としての存在感が伺える。道路の整備が進んでおり、早くから国鉄、現、JR との立体交差を推進しているなど、特筆すべき点がある街であり、自動車で通勤、通学する人も多い。都心にもほど近く、住みやすいので、定住率が高い。市街地には、ビルやマンションなどが立ち並び、ベッドタウンとしての面もあるが、郊外には、 緑も多い。東海道線を挟んで、北側は宿場町が発展した今日の町であるが、南側はどちらかというと、古くからのお屋敷町といった感がある。平塚市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。仙台の市役所は1964年に建設された。 老朽化と容量不足のため新庁舎の建築を決定。2014年6月に新庁舎が一部完成し、上層階から入居が開始された。その後、随時新庁舎にて公務を開始予定。2008年度当初予算における一般会計の歳入要求額は720億259万2千円であり、財源を異常したにもかかわらず税収面が急速に、 厳しくなっているようである。2019年、令和元年5月20日現在、2019年、令和元年5月14日現在、江戸時代は東海道7番目にあたる宿場町として、栄え、広大な平野があることから、農業も盛んであった。1887年、明治20年に、東海道本線が開通、さらに1905年、明治38年に、 軍需工場の設置が割れると、民生の近代工業も盛んとなり、数々の企業を生み出し、また誘致している。工業都市としての発展は、相模川近辺を中心に所在する車両、価格関係の工場によるもので、特に日産車体が代表格といえ、工場施設の市外移転が発表されたものの、その後の計画見直しにより、当地に残ることになった。その他、 JT、横浜ゴム、キャノン、小賀電工、サムコテクキシブ、関西ペイント、三菱ケミカル、田中貴金属、JSP、ボールペン等の製造会社パイロット、マルベニ建材リース、薬品の第一産協、富士川、高砂工業工業などの工場がある。これらの多くは、戦前から現在の地域に存在し戦後解体された巨大な軍需工場群の跡地に移転。 新設されたものである。ちなみに、平塚市総合公園、平塚市役所、私立工業中学校、県立平塚中東京学校も、かつての海軍火薬所の跡地に新設されたものである。日本ムーグやマクダーミットパフォーマンスソリューションズ、ジャパンなど外資系企業も立地している。商業では、平塚駅に JRK 駅ビルのラスカや平塚唯一の 百貨店であった梅屋2012年からはファッションビルに転換が所在しているほか近年では市内にある食品が主力のスーパーに加えオリンピック、ウォルマート参加の声優イオン系列のマックスバリュー、三井ショッピングパークのララポート湘南平塚、埼玉発祥のヤオコなどの大型 SC が進出している過去には十字屋、長崎屋 1948年1月、岩田光八が平塚市内で創業した医療品店が同チェーンの第1号店である。2008年9月30日休業、2013年に解体大熊が本社や本店を平塚市に置いてた。また大型家電量販店ケ図ズ電機、テックランド、大熊山田電機、小島屋国道129号などの沿線に見られる。 外食チェーンなど、店舗なども多い。トライバンクの提携する平塚信用金庫も本店を置いている。農業共同組合は JA 湘南が担っている。本店も平塚市内にある。市内を走る路線バスはすべて神奈川中央交通グループが担っている。本社は平塚市愛崎町に所在しており、平塚駅南口には カンナ中グループのグランドホテルカンナ中平塚がある。元々の名称は平塚軍土ホテル。日産車体湘南工場は日産車体の本社がある。有効都市、姉妹都市、市内に所在するのは平塚駅のみだが北端市境を越えた位置に小田急小田原線が通っており、北部から東京、横浜方面へ向かうには同線の利用が最短経路となる。 東海大学前駅は、市会に最も近い。藤沢市長南大駅から相鉄泉や線を延伸する計画もあるが、免許は保有するものの開業のめどは立っていない。予定区間である海岸沿いの地元住民の反対が根強く着工に立っていない。ただ、国道1号、国道134号の慢性的な渋滞緩和解消のために望む声は、 平塚市民も含め周辺住民により、たあり、反対住民間である、半地下化などを、施行方法も含めて協議中である。平塚市は、湘南ナンバー、神奈川運輸支局を割り当てられている。湘南ナンバー割り当て地域、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。